ここでは空間ベクトルの成分と演算について一緒に勉強していきます。今回の問題を攻略するためにはどうすればいいか確認していきましょう。で今回の授業の流れはですね、ベクトルの成分の計算についてもう一度確認します。それから先の例題、具体的に攻略していきます。では行きましょう、ベクトルの成分の計算ですね。これは平面ベクトルでやったことと同じです。平面では x は x、y は y に注目してやりました。 空間ではそれにさらに z 座標が出てくるんですねですから z は z に注目してやるよと具体的に見ていきましょうもしも a ベクトルの成分が p コンマ q コンマ r やと b ベクトルの成分が s コンマ t コンマ u やったとしますじゃあ a ベクトルたす b ベクトルはどうなるかっていうと x 成分は a ベクトルの x 成分である p と b ベクトルの x 成分である s を足し合わせた p たす s というふうになるんでしたね。これは平面ベクトルでやった通りです。同様に y 成分は a ベクトルの y 成分である q と b ベクトルの y 成分である t を足し合わせた q たす t というふうになるんでしたね。で、今回は空間なんで z 成分もあるよと。z 成分も同様に a ベクトルの z 成分である r と b ベクトルの z 成分である u を足し合わせた r たす u というふうにして そして答えが出来上がるよという考え方で OK なんですねで。なんでこういうのが成り立つんやっていうのはね、もう詳しくは平面ベクトルの時にやっているんで、ね、ベクトルの成分と演算その位置のところでやっているので、そちらを参考にしてください。今回はね、その間隔を取り戻すというところです。で、さらに空間ではね、この Z 成分も出てくるけど、もうそれは平面とほとんど一緒だよということを確認するところなんですね。OK でしょうか。 じゃあ他のもののももについいてて、ね、その間隔を確認していきましょう。まず A ベクトルを2倍したとき 2A ベクトルの成分はどうなるかっていうと単純にこの A ベクトルの成分の x 成分 y 成分 z 成分をそれぞれ2倍したらいいですつまり 2p そして 2q そして 2r というふうになるんですね OK でしょうか次ですね B ベクトルの逆ベクトルであるマイナス b ベクトルはどうなるでしょうか とと、いううもこれは今のと同じ感覚なんですね。つまりすべての x m y c m z c すべてにマイナスをつけたらいいよと。マイナス1倍したらいいよと。ですから、マイナス s、マイナス t、マイナス u っていうふうになるんですね。OK でしょうか。次です。a ベクトル、マイナス b ベクトルはどうなるかなっていうと、この a ベクトル、プラス b ベクトルの考え方ができればそれは OK なんですね。というのも、この a ベクトル、マイナス b ベクトルは書き方を変えれば、 a ベクトルプラスのマイナス B ベクトルって見ることができますよね。だって実際このプラスをねこういうふうに括弧を展開したら A ベクトルマイナス B ベクトルになってくれますからと。じゃああとはどうしたらいいかっていうと A ベクトルとマイナス B ベクトルを足し合わせたらいいっていうことなんですから答えは x 成分は この A ベクトルの x 成分である P と −B ベクトルの x 成分である −S を足し合わせて P−S っていうふうに考えれば OK なんですね。同様に Y 成分は Q−TZ 成分は R−U というふうになります。この考え方 OK ですかね。逆ベクトルの足し算だとそういうふうに見ればわかりやすいかと思います。 ででは最後ですね。2a ベクトル引く 3b ベクトルはどうなるかっていうとこれは a ベクトルの2倍と b ベクトルのマイナス3倍を足し合わすっていうふうに考えるんですねですからここに書いている式は a ベクトルの成分の2倍と b ベクトルの成分のマイナス3倍の足し算だっていう形になっているんですねじゃあ前の部分どうなるかっていうと a ベクトルの成分の2倍はさっき見た通りです2 b 2 q 2r っていうふうに各成分が決まっていきますよね。後ろについても同様です。b ベクトルのマイナス3倍はマイナス3倍のマイナス 3s マイナス 3t そしてマイナス 3u っていうふうに決まっていきますと。でこの2つを足し合わせるんですから x 成は 2p 引く 3sy 成は 2q 引く 3tz 成は 2r 引く 3u というふうになりますよね。 この感覚がつかめれば今回の問題は攻略できたかと思いますでは問題いきましょう A ベクトルの成分がこれで B ベクトルの成分がこれの時に次のベクトルの成分とその大きさを求めようという問題ですねまずカッコ置ですカッコ置は A ベクトルプラス B ベクトルですね X 成分は A ベクトルの X 成分と B ベクトルの X 成分の足し算つまりマイナス3-2というふうになります同様に Y 成分は1と4の足し算つまり 1+4 ですね同様に Z 成分は 2+1 で求めることができますあとは計算するだけですねそしたらこの -5 コンマ5コンマ3っていうふうに出てきます OK でしょうかで今回はねそのベクトルの成分だけじゃなくてさらにその大きさを求めようっていうことなんで前回の授業動画でやったねベクトルの成分と大きさの知識が役立ってきますよねつまり求めた A ベクトルたす B ベクトルの 大きさっていうのは、この成分を見てマイナス5の2乗足す5の2乗足す3の2乗で求めることができるんだよっていうのは前回やった通りですよねあとは計算していくだけですと25259全部足したら59でルートになるよっていうふうな流れですね OK でしょうかでは次カッコに行きましょうカッコには A ベクトルス b ベクトルですねこれはどう考えるんやったかっていうと A ベクトルプラスマイナス B ベクトルというふうに見るんでしたねですから A ベクトルの X7 にあるマイナス3引く B ベクトルの X7 にあるマイナス2をするとマイナス3引くマイナス2っていう式が出来上がるんですね Y 成分についても同様です1引く4ですね Z 成分でもそうです2引く1っていうこういう式が出来上がるんですねそした後あとは計算していくだけですと セセセになりますよね。OK、で、しょうかで。成分が出たら大きさももう楽勝ですと。成分が出たら大きさも前回やった公式のようにね、x 成分の2乗足す y 成分の2乗足す z 成分の2乗で OK だよと。あとはそれぞれ計算していけば、1、9、1なんで全部足したら11になって、ルート11が答えというふうになります。OK でしょうか。 次、カッコ3いきましょう。カッコ3、マイナス3倍の A ベクトルですね。もう単純です。この A, A ベクトルの成分をそれぞれ3倍したらいいだけです。X 成分はマイナス3のマイナス3倍ですし、Y 成分は1のマイナス3倍ですし、Z 成分は2のマイナス3倍になるよただそれだけなんですね。で、それぞれ計算したら、9、マイナス3、マイナス6になって答えです。OK でしょうか。 でここからこのマイナス 3A ベクトルの大きさを求めていくんですがさっきみたいにねもう成分を使って成分の公式からねやってもいいんですがこれまあまあ計算がね少しずつ大変になってきますよね成分が大きくなってきたらだからこれもっと他の方法ないかと考えますするとこの僕らが求めたマイナス 3A ベクトルの大きさっていうのは結局初めにあった A ベクトルのマイナス3倍ということは向きが逆でそして大きさが3倍になってるんですね 向きは逆やからマイナスついてるんやけど大きさ自体は単なる3倍ですだから A ベクトルの大きさの3倍じゃないかっていうふうに考えることができるんですねこの考え方は今みたいに図で考えてもいいですし単純に式で考えてもいいです結局マイナス3の絶対値って3になりますもんねいずれにせよこの A ベクトルの大きさの3倍という考え方をすれば計算は少し楽になりますというのも A ベクトルの大きさを求めること自体は計算はちょっと楽ですもんね A ベクトルの成分はマイナス3、1、2ということでね、えー、もうそれを公式を使ってやればルート14っていうのが出てきますと。だから求めたいこのマイナス3、A、ベクトルの大きさはこの出てきたルート14の3倍ということで3ルート14っていうふうに求めても OK なんですね。大丈夫でしょうか。では次、カッコンいきましょう。カッコンも一緒ですね。結局 B ベクトルの2分の3倍ということでこの B ベクトルの各成分を2分の3倍していこうと。 計算したらマイナス分の3という,ふうになります、OK でしょうか。そしてここからの考え方もさっきと同じですねこの成分を使って大きさ出したっていいんですがやっぱりまあまあ大変になってきます分数とかもありますしねそこでどう考えたらいいかというと結局は2分の 3B ベクトルっていうことは B ベクトルの2分の3倍やねんから大きさも2分の3倍じゃないかとつまり B ベクトルの大きさ出してそれを2分の3倍したらいいじゃないか といいいうに考えたらいいんですね。じゃあ B ベクトルの大きさどうなるかっていうともう単純にルートして成分が分かっているんでねもう公式通り求めたらルート21と分かりますですから求める2分の 3B ベクトルの大きさはそれの2分の3倍で2分の3ルート21というふうになるんですね OK でしょうかではラストですね 4A ベクトル引く 3B ベクトルです これはどう考えるかっていうと A ベクトロン成分の4倍と B ベクトロン成分のマイナス3倍を足し合わせたらいいんですね。ということで計算すれば X 成分はマイナス12と6でマイナス 6Y 成分は4とマイナス12でマイナス 8Z 成分は8とマイナス3で5ということになります。OK でしょうか。でここから大きさですね。今回の大きさはさっきみたいな何じゃらベクトルの何倍という考え方はできないんでもう単純に成分を使って考えていくことになります。 つまりルート、x 成分であるス6の2乗と y 成分であるス8の2乗と z 成分である5の2乗これで計算するっていう流れですね。計算すればこのようになってルート125になります。そしてあとはね、これを簡単にすれば5ルート5となってこれが答えっていう流れなんですね。OK でしょうか。 はい、といとうことでここでは空間ベクトルの成分と演算について一緒に勉強しました。どうでしょうか理解できましたでしょうかねあとは自分でもノーヒントで再現できるようにこの問題類題、しっかり練習しておきましょう。